もしもし、生活安全部の杉下です。余計な受け答えは結構。犯人に代わっていただけますか。君はその隙をついて犯人を確保してください。ちなみに君の体勢で狙える急所は足の甲だけだと思います。では代わってください。あんたには、なんだよ、車両担当の者からだ。出れるわけないだろ。俺が耳につけてやるからな。話せな。あ、もしもし。ああ、パパ、もう今だ。